僕はね、自分では覚えてないんですけども、あまり体が丈夫ではなかったみたいですね。はい、それで家の中によくおりまして、外行ったらいじめられますしね。なんか非常に運動神経が鈍かったんでしょうね。あの当時戦争中ですから、昭和何年頃ですか？昭和のね、1年生が昭和16年です。だから僕は国民学校というのに変わりまして、それが1年生で、誰戦争が終わってもまだ国民学校は2年残ったんですね。したがいまして、私は1年から6年まで国民学校に行ったんで、小学校というとこ行ったことないですね。これは井上ひさしさんとか、それからまああの年代は大江さんにしても小中さんにしても全部そのはずですね。はい、それで列を作っていくんですよね、学校行くのに。各班で、空襲なんかあるからって、僕は1年や2年の頃前でしょ、大体ちっちゃいから。大抵転びましてね、いつも傷をしてるというのは、そういう運動神経のなさですから。で、まあ、家でなんかいろいろ本を読んだり、から絵を描いたりね、そういうことをやってた方が多かったですね。外でっていうよりも、外でもよく行きましたけども、まあ近所のガキ大将にいろいろとあっち行って何かしてこいとかね、からトンボなんか取りに行きますとついていかされて、指の間にトンボ挟まされてね、離すなと言われるのは、こうやって両方でもって歩かなきゃいけないという、哀れな家来みたいなもんですよ。大阪でいらっしゃいます大阪の市内です。市内といっても、私は生まれて戦争で焼けるまでは大阪の西成区にいましたから、西成といってもちょうどね、あんまり話すと長くなるんですけども、林芙美子さんの書かれた「飯」という小説がありますけども、あそこの辺に出てくる天神の森っていうのなんですね。あの近辺ですね。だから柄のいいような悪いような、でもちょっと学校をサボって行くとすぐ新世界があって、で、あの辺のとこで安いお金でいろいろ芝居やってましたからね。お金貯めてって、なんか芝居っていうか、なんか見に行ったりしたことありましたけどね。ああ、そうはい、ですか。だからいっぺん友達と誘い合って、なんか見に行くと、これ剣舞かなんかやったんですよね、看板見て。それでそのあれが一緒に行ったやつが、あれは何だと言ったら、見たら白虎隊の絵が描いたんですね。あれ白虎隊こうこう、私説明すると、そうか、腹切んのかと言ってね、で入ろう入ろうって入ったんですけどね、弟子に怒りましてね、腹切らんかったってね、切るわけないって言うんですけど、お前嘘ついたって言うんですよね。そういうバカな幼いことやってましたけど、だからもう5年生だけ出されて、堺市の方へ移りまして、半年ほど親戚たどって、そこもまた空襲にあって、僕はだから疎開をしなきゃいけない年なんですけども、どういうわけか大阪の方に残るになったんで、だから焼夷弾の下を走って逃げるということが、大阪で1回、堺で1回という、あれ、はい、あれは非常な恐怖ですよ。ヒューッと右や左に落ちてくる中をね、走るのは。あんなことでも今多少役に立ってるでしょうね、格上では。はい、何でも使わなきゃ損ですね、そういう意味で。で、まあ堺行って、そこで当時の大阪市内で、堺では大阪の方が学力高かったんでしょうから、初めは成績優秀なんですけどね、すぐにこうガタガタと落ちて、おまけにちょっと先生が、その小学校の大阪の方でもだいぶ先生に憎まれちゃって、行儀も悪いから、でもう学校行かなかったんですね、ほとんど行かないようにしてて。頑張った感じだけど、学校を焼けて家も焼けたから転校したんですけどね。転校していったら、そこでまただんだんいじめられてきて、もうこれ行くの嫌になるでしょ。で、登校拒否みたいになるけど、自分登校拒否なんてことは親が絶対認めないですからね。で、学校へ行くと言って出て行きまして、夕方帰ってくるんですね、家に。弟と一緒に学校で会ったことを話すんですよね。作ってね、ついつも回すの難しいですよ、毎日毎日やってくると。それ、なんかそう長くなかったですけども、ちょうど5年生の1学期の終わりぐらいになってくると行かなくなる。で、学校がそれまた空襲で焼けましてね、引っ越すんですよ、学校が。別の学校行ったら、その学校の場所分かったんですが、学校にほとんど行ってないもんだから、何組か分からないんですね。担任の先生も分からない。その学校に聞いたら怒られるでしょ。で、学校の辺で校庭で半日遊んで帰ってくるとやってると、そこもまた焼けましてね。今度その引っ越した先が知らなかった堺ですからね、どこにあるか分からんわけですよ、学校の名前あるけど。だから、つまり行く学校がどっか分からなくて、どこに所属してるか分からなくて、ただもう焼け跡をうろうろしてね、昼夜と追っかけてというのをずっとやって、夏になりましてね、あれはいまだに僕の原体験というか、頭に染みついていて、自分がどこに所属しているか分からないという、恐怖みたいなのありますね。そういうお子さん多かったんですか？あんまりいなかったと思いますけど。で、とうとう夏休みになったら発覚しましてね。
それそうでしょうね。つまりあの休みに入るでしょ、で通知簿どうするってでしょ、いや先生風邪ひいて来なかったでしょ、次の日どうかって今日用事があって来ないでしょ、最後にはねお前おかしいと言うでしょ実はというともう分かってたんですよね親は。でもずっと言ってないことを分かって、だから先生が家に来ましてね、僕が横に立ってじっと見てただけで学校に行くなんて言わずに、結局5年生の2学期は全然学校行かずでしたね。だから全く家で遊び回って、焼け跡から焼けた自転車に盗んできたりね、悪いことばっかりして、そこでだいぶたくましくなったんですね、おかげで。なるほど。その多少いじめられっ子だったところから、なんか割に普通の人間になって、でその時に、まあ、これあんまり喋ると公園みたいになって楽だって悪いんですけど、あんまり勉強をしないから親は心配したんですよね。で父親がある日本を買ってきましてね、まあ、本は前から好きで、ちっちゃい自分に父親が短歌をやってたし、母親の方は探偵小説のマニアでね、だから純文系とそれから今でいうエンターテインメントと両方読んでたんですけどね、まあ、それで話は脱線しますけども、そこの時にいっぺん学校の先生4年生の時かなんかにできた綴り方を出すでしょう、で先生が僕は本名村上って言いますから、村上お前立てと言うからバッタすよ、お前の詩が一番よく書けていたって言うんですよね、僕は詩じゃない、詩を書いたつもりないんですよね、ただこう業界をいろいろやってるから先生は詩と思ったんですよね、まあ、そんな先生に伺ったら今の若い人の書く話は全部詩になりますけど、で夢というから読んだんですよ、で夕日が沈んでいく風景を書いて、で実際に楽に書きますよね、そういう話は。最後に沈んでしまう瞬間を何かいい表現ないかと思って書いてる時にふっと思い出したのが、たまたまあれですね、アルセーヌ・ルパンのね祈願状というのがあって、その中の下りに夕日は最後の輝きを投げてから沈んでいったというのがあったから、それそれと思って使ったんですね、つまり盗作ですよね読んでて先生はそこのところが非常によく書けてるというんですね。僕はその時思ったのは、これはこんなことで怒られますけど、先生はアルセーヌ・ルパンすら読んでないのかと思ったんですね。だからいわゆる権威のあるもののというのはそういうこと、今考えたらバカな話ですけども、そんなこともあったんで、まあ本は好きだったけど、たまたま小学生全集といわゆる文芸春秋から出た本がありましてね、全部で90冊ぐらいですから、ワンセット1年生から6年生までで、童謡から始まって、文学やら理科やら全部ある百科事典みたいな本ですよ。今でも時々古本屋にありますけども、英語版かな、もうちょっと大きいぐらいのやつで背中に布が貼ってあって、文春の文芸春秋、新社の前の文春ですね、あれがあって、だから僕はそれでホメロスとか、いわゆる宝満物語ですねとか、いわゆる古事記物語とか、乃木大将と東郷元帥というのももちろん、アンデルセンからね、聖書の世界とか、そんな全部読んで、それから機械の話とか園芸の話とかね、動物の話とかの、そのレベルの高さっていうのは気持ち悪いぐらいのが、音楽の話っていうのは大体日本には出だしですよ、昭和の2年頃に出た本ですよね、古本ですから。日本の大体音楽といってもオルガン人は6人ないんだと書いてあるんですね。で僕オルガンって学校にいくらでもあるのにどういうことか分からなくて、後で考えたらパイプオルガンのことなんですね。それで音楽なんていうのは、ああいう歌曲なんていうのは日本語に訳して歌うものではないと書いてるんですよ、一流の人がみんな書いてるから、言語で歌わなければいけないというね、後ろに楽譜が載ってましてね、シューベルトとアンナがね、ザーッと言って全部その楽譜があって、言語は下に書いてあるレベルが高すぎてるんですけど、読むものがないからそんなもんばっかり読んでたんですね。でほとんど暗記するぐらい読んで、で3学期になる時に大阪へ引っ越しましたんで、で入ってみたら、なぜか僕は非常に成績いいんですね、みんなそれ頭に入れたからですよね。それでなんか割に羽振りも良くなって、ということで割にこのよくできる生徒で学童になったんですよね。で中1やった中2って、まあ、中1の頃も良かったけども、中2ぐらいになってくるとだいぶサボってきましてね、引っ越すまだ学校は学校変わるというからしめしめと思って別の学校行って、でだんだん不良みたいになりましてね、しまいにボタンをちぎれたままで学校行って、昼飯を食いに帰ると家行って、あと出てこなきゃとかいうのでやってながら、学校の生徒会の会長に立候補して当選したりね、というようなことをやって、でもう非常にそこも不良だったんでしょうね。もう3年生になった時にもう就職するつもりで、僕は就職クラスに入ってそろばんやってたんですけどね、まあ家の方の金もある程度できるから、お前は絶対行けと言うん で進学コースのところに入れてもらって、どういうわけか先生が錯覚をして僕は大変よくできると思ったんでしょうね。いわゆる A クラスに入れてもらって、まあ負けちゃ嫌だから勉強しますよね。
そうすると高校に入ったんで、僕は非常に頭がいいと思うでしょう。入ってみたらなんか試験やると30何点とかね、英語が何点満点かと思ったら100点満点ですね。でクラスで46番とかね。でまたということで、ずっとそんな上がったり下がったりしながら、ほとんど文芸とか、僕は俳句部にいましたからやってたんですけども、まあ、それで高校の話になりました。高校に入ってやっぱり同じようなことを続けて、で運動というのはほとんど無縁だったんですけども、野球なんかやってたんですけどね、大変運動神経が鈍いということで、様になってないと言われるし、僕はもう初めからスポーツ的な才能はないと思ってたんですけどね。しかしある時高校2年から3年の時の担任の先生が、これは柔剣道なんとか全部合わせて28段か9段という先生で、で僕は初めクラスの委員をやって、それからあれでしたね、学校のこの自治会の方におだてられて立候補して、生徒会の副会長かなんかありましてね、お前いつまでも青白き文学青年ではあかんぞいんですね、どうして行きませんかと言いません、それはやっぱり物書きとして書く志望の人間としては、そんなことは今に分かるというん で今に見ろと思いましてね。で僕はしょうがないから一応終わりの時にちょっと柔道の手ほどきしてもらって、なぜ柔道かっていうのはこれはバカな話ですけども、いろいろ漫画とかあんなの書いた人間で、よく漫画の投稿してましたからね、中学校のところ漫画家になるつもりで、はい、で僕はかなり漫画に関しては画流で書いてて相当うまくなったつもりで、でいろんな読んで生意気なこと言ったんですけども、で投稿しても大体どこでも入るわけですよね。ところがある日本を弟も書いてましたけども買ってきてみたら、原作者は知ってるけども絵の方は聞いたことのない人が書いて、すごい面白いのあったんですよ。でこれだと言って、それが新宝島というね、手塚治虫の見て、それでファンレターをパッと出しましてね、たまたまそれも手塚さんの近辺にいた人間が引っ越してきて、うちの隣の隣に来て、で住所教えてやるって出したんですけどね。でやってからファンレターして何回かお手紙いただいて、で漫画家になりたいんですと、しっかり勉強しなさいって言うんで、で他の人のを見たらとても歯が立たない。で、漫画少年という雑誌がありましてね、そこへ投稿をやってまして、あれはランクは4つほどあるんですよね。トップがなんか優等入選といって絵物を売るんですね、住所と、次が秀逸といって住所と名前が載りまして、あとは佳作ですよね。つまり東京だーって名前があり、大阪だれって名前があるというあれですよね。でその下に仙台佳作とあって、もっとちっちゃい字でザッとあるんですけどね、実はそれで後で話を聞いたら、篠山紀信さんも黒田清太郎さんもみんな投稿したらしいですね。今見たらみんな分かるらしいですけども、で僕も本命でずっと出していて、でも結局優等まで行ったこと一回もないんですよ。秀逸しか行かなかったんで、弟は一遍優等ってなったんですけども、で非常に優等をたびたび重ねていくと、向こうで特別待遇になって、いわゆる短歌出し俳句出しの同時にですよね、社遊というのになりましてね、いつでも出せるわけで、その中でも社遊っていう肩書きもらって、それでもまだもっと本当に漫画家になりたいのは、全部東京へ行ってね、そこで勉強してアパート入ったんですね、それは時はそうというんですよ。だからその辺ランクから4つぐらい下のとこですね、ランクは。自己顕示欲が非常に強かったじゃないですかね。で成績が良くなって割にいろいろ人の面倒を見たりなんかして、あれで僕はちょっと直接これ物を書くことに関係ないんですけども、4年生の時に初めの学校で先生に憎まれるようになった時期の話ですけども、選挙でたまたま級長となったんですね。自分の級長っていうのは非常に権限を持ってまして、先生の言えない時は自習を級長と副級長するというぐらい学力も格差があったわけですね。勉強ができたんですね。勉強それクラスで5番か6番ぐらいの中に入ったんでしょうね。でもなんかそういう今にして思えば、ああいう級長とかなんか長のつく人間には一個の器みたいなのもいるんですね、なんだか知らないけど、それがないままになったことあるんですよ。でそれで免職になってんですよ。免職になったことを隠せなくて、隠さないといけないでしょ。親は近所にね、うちの息子は級長だって言ってもらってるわけ。で僕はそれ2月1月か2月かな、つまりそれでお前やめろと言ってやって、バッチ取り上げられて、他の人級長になったのを家帰って言えないですからね。で家帰ってもいつものオーバーをね着ましてね、この服についてるでしょ、着てたら見えないから、お前寒いのかいと、寒いとか言ってね、汗かきながら、ね、三つ下の弟は親父に言うと絶えず脅迫してましたけどね。それで休長免職したことを何も言わずに、そのまま学校も家も焼けたわけでしょ。とうとう親父が死ぬまでそれ知りませんでしたけど、で今度堺行って大阪帰ってきたから、今度また今度やる休長復休長9になってきたんですね。
その頃になってきたこの球場はちゃんとしてなるべくしてなったフリークじゃない球場ですけども、やっぱり威張ったんですね、うん、威張ったらそれで反感買って次の楽器には落選してね、で一生懸命勤めた結果次の楽器には今度は復帰球場になるということで、だんだんなんかこの人をリードしていくっていうのはどういうことか考えてきたのと、それから一つこれはあの僕は一生かなり左右したと思うんですけども、中学3年の時にあったんですね、あの悪いやつがやっぱりいて体の大きくなって暴れ回るのがいましたね、なんかで暴れてるうちにあの教室の顔面白がって踏み抜いたんですね、わーっと暴れてる、そこへ非常に怖い先生入ってきましてね、で誰がこんなことやったって言うわけですよ、でその男がボソッと立ってあの僕ですと言うでしょ、なんというやつかって怒るでしょ先生は、こんなやつなんか本当にもうつまりなんていうか生徒としての資格がないんだっていうから、こんなやつダメだって言うわけですよ、こんなやつに友達がおんのか立ってみろって言って先生言ったらね、その時やっぱりサヨニがさっと立ったんですね、全然親しくないやつが、でお前友達かって言ったらそうですって言って、クラス1番とか2番の連中が、それに免じて許したら僕その時立てなかった、怖いから、あの時に人をリードする人間とそうでないやつってのはあるなと思いましたね、でもそのさっと一番先に立った男なんていうのはクラスであの自分悪いのおるからナイフ踏みましたってやってるでしょ、捕まえて表振り出したりすることあるしぐらいの男なんですね、ああいうのを持って本当の僕はあのリーダーシップだと思うんですけども、で成績はあれだし腕力もあるし、つまり昔の番長とそれから成績優等生と備えたリーダーシップを持ったやつでないとトップになれなかったですね、そのトップではないけれどもそれに準ずるクラスであるでしょ、で僕はあの自分になんかよく思ったけど服なんとかとかね、なんかそういうのは好きになったら多分僕はトップじゃないという意識ができたんですよね、まあ、それでその話で高校の3年になってからの話ですけども、先生がそういうこと言ってあの運動あの勉強ばっかりやったりと言われて、で僕はその時クラスが高校にあってからの変な制度があってクラス対抗のスポーツ大会ってなんですね、バレーボールとか野球とか今どこもやってらっしゃると思うけど、であの運動その部員は出られないんですね、審判になるだけで、ああそうなんですか、でやってるやつが出るんですけども、そうするとクラス全体に何かの選手にならんといかんでしょう、僕とかねボクシングが回ってきましてね、ボクシングやったことないでしょ一人そのボクシング部がいましてね、まあ、お前やれやれって僕はしょうがないからクラスのボクシングの方では選手になったんですけどね、でちょっと強化訓練やると言ってね、で体育館に連れて行かれて隅っこでグラブつけてやって、ヘッドギアなんかないですよ、肩を教えられてばって、それから実際の打ち合いで行くぞって言ってね、あの時僕はあのあっと思ったのが、僕はあの行くぞと言ってパッと手が動いたと見えた瞬間に目の前真っ暗になってね、赤いのがバッと広がったんですね、パンチが飛んでくの見えない、高校選手級ですら、で今考えたあの剣道の試合見て分かります、あれ一本入ったやってる連中すぐ分かるでしょ、分かりませんね、だからやってる連中にはよく分かるさ、遅いんですね高校クラスでは、それから全然見えない、で答えるの分かって、それでまあ練習をしてあのまあこれやったらお前勝てる、顔腫れ上がってね、あとで近所のお好み焼き屋行っておごってもらったけど、まあその顔で学校通ったんですから、で試合になって勝てると思ったら僕はあの確か引き分けか負けるかしたんですよ、絶対勝てると相手ね左利きだったんですね、だから左のミンドガードでくるばっかやってるでしょ、でこうやってこっち来たら弱いですよね、それはこっちの方のガードできないから、でその男は体操部でね、あのしかし柔道部でもあったんで、それと親しくなって、で手ほどきの受け身だけ教えてもらったりして、で漫画描いてるからどうせスポーツでもし一年補給でやったら何かやれるだろうと思いません、そうするとスポーツぐらいってあるけども、で大体文化系の人間っていうのはなんであんなに体育会系の、野球部とかねテニス部のキャプテンがモテるんだろうと思いません、あんなバカなのにと思うでしょ、やってない人間としては、それが間違いあること気がつくんですけども、そんなんで大体文化系でモテると言ったら演劇部の部長にさってやるオタクみたいな人持ってますよね、女性が大体ファンになる人って言ったら文化系であんまりいないですよ、よほど自治会の会長で背が高くって言ってもそれでも運動しないとなったらなんか横向かれる人があるでしょ、そうすると少しカラッとして単純だけどあの子いいというふうになったりしますよね、そんなこともあるから、そうすると自分だって運動やって運動部員ぐらいになってやろうと思うでしょ、で大学入ってやろうと思って受け身やってもらったらたまたま大学は滑り込んだんですね、すっと滑り込んだといっても総点650点満点で2点差だと入りましたからね、もう本当にスレスレ滑り込みですけど、大学に入られたって阪大大阪大学ですよね、それたまたまストレートで入ったんですからね、僕
僕は秀才かもしれないと思うでしょ。で小学生にもらいに行ったら、あんたよく通ったねって言われてね、すみませんと言うんで、アホらしになって、あの学校へあんまり行かずに食堂ばっかり行ったんですけども、ある時英語の試験があって、英語やドイツ語があって、僕は初めに1時間出ただけだと出ないで試験受けたんですよね。全部書いたけど8点でしたよね。あれ8点というのは生まれて初めて、あと先にもこれだけですけども、何点満点で100点満点で8点全部書いてます。その話を娘がこうご自分に言ったら、それまで成績悪くて何かあのやったんが、いっぺんにほがらかになりましたね。私は8点を取ったことはないって言うんですよ。親父が8点取ったんで非常に救われたんですね。あれ全部書いたんだぞと言ったんですかね。それが余計悲しいんで、まあしょうがないからあれですけども、で教えてもらって、それ大学入った時にやる時に、もしやるんだったらテニスとか野球、野球はちょっとやったけど、どうも球技は良くないらしいし、まあやっぱりやるんだったら格闘技で、それも格闘技って言っても剣道やりたかったけど、剣道部がまだ禁止なんですね。終戦後先生、大学何年頃ですか、それが。それは昭和28年ですか。だからまだやっと柔道部の解禁になったところですね。でどうせやるんだったら柔道ぐらいやった方が、女の子と歩いていて襲われてもかっこいいでしょ。バーッと投げ飛ばして漫画で読んでるとね、なので実用が性がありますね。どうぞ。ごめんなさい、剣道部はじゃあまだその剣道部っていうのは作ってはいけないっていう時代ですか。そうです、剣道部は同好会はあったでしょうけど、正規の部はなかったんですよね。高校には大学にはもう あったですけども。でまあやるんだったら柔道の方があれだということで、で大体防具とかの考えたら剣道の方が高くつきません。僕は野球部に入って初め一生懸命やったけど、やめたのはお金がなくってね、高級のグローブと軟球と違うでしょ。軟球でしばらくだいぶやったんですけど、ボールが高かったんですよ。軟球が50円ぐらいですね、あれ。高級ってあれですから300円ぐらいしたんじゃなかったかな。そんなもんとてもじゃないけど、揃えるわけスパイク買うかねないですからね。でまあ運動は諦めていたけども、先生にそんなこと言われて今に見ろということで、で柔道を始めることにしたけども、そこでまたちょっとこすからしく考えたのが、大学入ったけどもこの足で柔道部に入ったら全くの素人みたいなもんですよ。おもちゃですよね、完全に。いくら弱い国立だと言ったって一応柔道部ですからね。で初めから言ったらこれ困るからと思って、何をしたかというと、近所のその町道場があるんですけど、そこへ入門しましたね。で道場へ通うんです、初めずっと4567ぐらいまで。でそこで試験を、昇級試験で毎月あるんですね。でその月並み試験で、初めは6級から始まりますから、初めの試験やったら今月の昇級者ってそこで5級って出るんですね。あれ僕生まれて初めてスポーツで資格を取った時ですからね。あれは嬉しかったですよ、5級っていうのは。はあ、で練習やってるうちに2級ぐらいまで行って、8月ぐらいには将来いっぺん半年ぐらいで、そうですね。それは一生懸命練習して帰ってきて、日曜日も行きましてね、閉めてる道場開けてもらって、受け身を300本にして帰ってくるんですね。だからその大学の勉強どころじゃないでしょ。それで2時間半ぐらい毎日やってるわけでしょ。で本を読んでね、研究して、それで秋になって入部したんですね。その時茶業を閉めてましたからね、お前はなんか2級ですとか言ってね。だったらまあ大体結構練習になるわけですよ、部員とやったって。そしたら一人なんか年の上の黒帯のブロンの黒帯つけられてきて、おいやろうと言うんでやったんですね。めちゃくちゃ慣れましたね。強いなと思って、何段ですか聞いて、2段なんですよ。大学2段ってこんなに強いんかと思いますけどね。まあそれなんで一応柔道部の生徒として、学生として行って、就職は4つか5つ落ちまして、やっとこそ入ったところが大会連合の会社ですけど、まあそれで 1年間工場におりまして、工場にいた時は工場の部屋で詩を書いてね、で町の道場がないから畳買ってもらって、その町のところのあれですね、公民館でね、なんかどっかのところで町の人と一緒に柔道やってね、僕は教える羽目になりましてね。習った人で段取った人いるそうですけど、後でまあそんなこともあって、で大阪本社に転勤になったら、その田舎の町にいた時は完全なその町のエリート上がただの安サラリーマンになってしまうという感じでしょ。いくらでもいる、こんなことしたらダメになると思いますけどね。でもう一遍また本気で駆け出して、それはその大学時代からその詩は書かれてたんですね。詩は俳句はずっと高校時分からって詩を書いて、大学時分の3年時分からはあれですね、小説もぼちぼち手掛けてましたけど。そうですか。でもあの時に本当に小説っていうのはあれですね、書けるようになるまで
いろんな、今でも学生にんですけども、いろんな話を書いてって、とにかくどんな下手でもいいから終わりと書けというんですね。途中でやめてしまって新しいのまた書く人いるでしょ。初め絶対そうなんですよ。5つも6つも書いてるのでも終わりまでいかないんですね。書いてるうちにだんだんダメになってくる気がするけど、考えると出だしっていうのは自分の実力以上のもの書いてるんですよ。でだんだん地金が出てきてレベルが下がってくると、こんなもんかと思って、これは本当の実力なんだけど、のやめちゃうでしょ。また始めるでしょ。終わらないんです。それであの確かアルベル・カミューのペストの中にという作品の中に、あそこであのお医者さんが竜ですかね、でベストになっていた時に、市役所の役人かなんかが、若い役人かなんかが小説書いてるとなるんですね。で主人公に相談して、出だしを、この小説の出だしどうしようかってありませんでした。5月の朝間泣き、裏畑乙女が白い馬にまたがってって言ったら、これはどう直したりいろいろ言うんで言って、何百万もやってるうちに、その青年は死ぬけども病気で、死んでみたら出だしのとこだけ山みたいに残ってたという、あと何にもなかったという話あるんですが、あれ見てもゾッとしましたよ。んでそれをやってるんだと思いますがね。だから何でもいいから終わりまで書けるということで、初めて書いたのが13枚か14枚の小説ですけど、それからあちこち投稿したけど、これはなかなか入りませんね。でも初めて書かれたのはいつ頃ですか。大学2年時分ですかね。まあ小説とは言えません、あんなもん。勉強しながら、柔道しながら。それまあ家で時間があれば、あれですもんね、あの早くに行き詰まったら原稿紙に書くから、まあ書かせたら機嫌良かったのかもしれませんけど。その13枚の小説、どういうお話だったのか。いや、それは単なる失恋物語ですよ。なんか失恋物語、はい、なんかあのライバルとのあれになってしまって、ライバルたまたま柔道やったから腕力であの投げ倒したおかげで、帰って女の心を離れていったという話をね、書いてるんですけど、まあロマンチックな話ですよ。ああ、それでその大阪へ、大阪で釣られて、でそれが僕は1年後ぐらいに結婚したんですけども、いくら出してましても通らないですね。あの小説もうこうなったら文学で道を立てようと思うでしょ。で投書するわけ、投稿するわけですね。でいろんなとこ出すけども、今で言うあのあれとかな、公募ガイドかなみたいなのがあって、検証会なんて雑誌があったんですけど、それを見て出すんですけどね、とにかく文学界も群像も新潮も全部一次予選さえ通過しないという、なんていうか分からないですよ。俳句ではかなり才能あると言われたし、詩でもなんか新聞にちょっと取り上げられたり、あの同人誌でね、あるんだから文学的才能あると思うんですけど、ダメなんですよ。しゃかり気になってやるけどもダメで、その時にたまたま結婚するようになって、一人友達がいて、そいつは僕に文学を吹き込んだみたいなところある男なんですけども、それはあの会社の就職で行ったけど、向こうで喧嘩して辞めて、でちょっと心を入れ替えてっていうか、あの方向を変えて、今から俺はあの司法官になると言ってね、勉強するから今から5年やろうではないかと言って、お前はそうすると小説家になるんだったら競争しようと言ってね、30までの間に一生懸命やって、で30歳になった時点で、あのもしも僕は今の金で5000円月稼げるようになっていたら続けると、俺はあの召喚試験二次試験まで通ったら続けるということにしようではないかと言って約束して、で僕は初めて本当に3年目からなんですね。それからその男もそれから1年ぐらい経ってから召喚通りまして、今弁護士やってますけども、いい友達ですね。いや、まあ小学校の時からの友達ですけど、まあそんなんで、そうですね、まあ会社にいて、それでいいサラリーマンになってもよかったんでしょうけどね。ただまあ物を蹴出してくると、やっぱりそれで、それ結婚してから、これはあんまり言うとまた本人がまたいらんこと言うと言うんですけども、僕の女房というのは高校時分の同級生なんですね。で高校出た自分から知ってるんで、大体柔道始めてったら、どうせやるんだったら初段ぐらいを取りなさいよと言ってね、こんちくしようと思うでしょ、ぐらいとは何事かと思って、まあつまり文弱だけでも嫌だったし、といって物も書かないような人間だと思って嫌だったんですね。考えたら随分ひどい注文だったわけで、だから結婚してしまって共稼ぎなんですけどね、ずっと帰ってきて、それで僕は会社の仕事を持って帰ってやってると、女房の方は銀行のいて窓口でそろばんやってましたからね、達者なんで絶対手伝わないんですよ、僕の仕事ですからね。で原稿紙拾えて書いてると、寝ないでね、お菓子やお茶持ってくるわけ、もうはっきりしてるんですね。ほんでだからとにかく物を書くことをやってるとサービスがいいわけで、こっちもあれだし、あの自分は寝不足ついたからよく言ったんですけど、背中を3分の1畳につけたらその瞬間寝てるという状況で、そうですね、あの自分の同人雑誌で雑誌に投稿するときで、1つ出すと落ちるまで待ってるでしょ普通は、あれあんなことするとダメなんで、だいたい2月か3月にあちこちの雑誌募集してるでしょ、順番にずっと違う作品で応募していくんですよね。でこう落ちるでしょ、まだ3つ残ってるでしょ、
そのうちまた一つ書くでしょ、落ちるでしょ、ずっといつも残ってるでしょ。今度は引っかかる、今度は引っかかるって丸2年間どこも引っかからなかったけど、でもうやめようかと思いましたもん、あの頃は。で桃の角もやめようと思って、ほとんど絶望してると突然なんかどこでも出したっていうのは日本児童文学というやつやりましてね。でそこのところへバーッとやってたんが、ある時はパッと開けてみたら名前がちょっと違ってるんだけど、誤植で僕の書いた話が筋書き載ってるんですよ。で入選にはなかったけれども、一応面白さのあるか障害者と書いて、しかしこういう空想ものはよほどうまいこと書いてないと血に汗がついてない恐れがあるという、少なくとも塚越健次郎さんから何かのところで取り上げられたわけですね。あ、これはいけるかもしれないと思うよ。そうするとあれ小説新潮なんかで送ってる詩がパッと佳作になった本を送ってきたりしたんで、なんか自分が水面からこの辺にいるのかこれ分からなかったのが、かなり近いところにいる気がしてくるでしょ。でまだいけるなと思ってやってる時に、その自分からも遊びで SF が出だしたんで読み出して、あれ面白いですね。で生意気にもやっぱりあれは通俗小説だから読んで楽しいもんであってぐらいに思って、こんなもん誰でも書けるわいいと思ってたんですね。で SF マガジンが出てるから早川のあれも本もぜひ読んで送ったんですね。何も募集もしてないのに手紙が来ましてね、あなたの原稿を読みましたと言って、はっきり申し上げてこれは全然小説になっておりませんというのが返事なんですね。で大体そういう推理小説であれ SF であれ、そういうものは初めからプロットがかっちり決まっていなきゃいけないんで、途中から思いつきを入れていくようなことでは全然ダメであると。その辺きっちりでもう一遍せっかくだから、いろいろと送られてくる投稿の中で、あなたのアイデアが面白かったんで書かせてもらいましたと言ってましてね、勇み立つでしょ。それで初めて編集部から手紙来たわけですからね。そうするとその編集部にいた副編集長というか、2人しか編集部いなかったけど、人が紹介してくれたんですね。突然手紙が舞い込んで、突然お便りを差し上げますと言って、私は次のような雑誌を同時雑誌をやっていますものですと来て、宇宙人という雑誌なんですけど、でもしよかったら活動してらっしゃらなかったら、まあ同時雑誌やってましたけどお入りになりませんかと言ってきて、うちの方が一番そこから最初にデビューしたのが星新一とか、まあメンバーに手塚治もおられますと言うから、僕は一問二問なんか入ったんですけどね。紹介してくれた森優という人で、編集部って今南山博史という名前でオーパーの話をいろいろ書いてるあの人なんですけどね。で時の編集長は福島雅美 でそれ紹介してくれたのがその南山博史ですね。だから彼も会員だったんですよ。それで出したら、まあ、出力のある新人とか言われてね、喜んで毎月毎月送りましたけど、あそこも結構競争激甚だったみたいですね。でもそれまでかなり投稿やったりなんかやってる蓄積が効いたんかして、大体出せば乗るという状況でやってるうちに、七国マガジンというとこから面白いのであなたの作品を載せたいって言って載せてくれて、5本載せたいからもう1本書いて送ったら6本とも載りましてね、30円か5000円かもらいましたけど、まあ、それでその頃にいつも同期行ってなんかして、時々は会社の電話をうまいこと騙して使ったりしてね、連絡やったんですけども、東京行ったら「いや大阪にも前山さんやってるとこありますよ」と言うんで、新聞記事があって連絡あるけど、いっぺん大阪の方出たらどうですか、地元ですからって言うんで僕出ることにして、これもかなり喋ってるんで今更この申し訳なくてもいいんでしょうけども、まあ変な話だから、ほんで大阪の方の会場へ行きましたら、関西 SF の集いというポス横断幕をね書いてる人がいるんですよ。なかなか色の白いハンサムな青年でね、でここはそうですかって言ったら、そうですよってね、つっけんのでね、あんた誰ですかって言うんですよ。私前村という人、あ聞いてます、そうですか、僕筒井ですと、それは筒井安坂さんとの出会いで、はぬると言い出してやってて、で何回か話して東京の人が来たりなんかしてやってるうちに、僕今度も会社辞めました。あの人は野村工芸社にいたんですね。で辞めてプロダクション作る、自分で持つ場所どっか聞いたら、僕が勤めてる会社のビルの横、道挟んだ横にあるビルなんですね。これはいいやということで、昼の時間よく遊びに行って、でいろんな人も遊びに来たりしてね、だったんですけども、そうすると SF マガジンコンテストがあるからということで、僕はじゃあ応募するって書いて、筒井さんは、いや私は僕は僕はその七国に乗ったばっかりの子ですからね、筒井さんは一応取り上げられたりして、まあ新人とも言えない、まあやっと頭を出した程度のね、お互い、いや、まあ今回やめときますと言うから僕は出して、で一次予選が出てきた、僕の名前載ってましてね、しめしめと申し上げ10何人ぐらい、大阪にも一人いるんですよ。そしたらせっかく大阪にいるんだから次の会合に来てもらったらどうだろうと言って、僕は手紙書いて言ったら、あ喜んで行きますよ、東方はオンボロ工場の工場長ですってね、書いてきて、ぜひ今度の会合行きますって言って、
でパッと出てきたのがこんな人でね、小松左京って言うんですよ。でそれで聞いたら、僕はあの一緒にやったが高橋和美なんてやつとね一緒に同時出しやってましてねと言って、だからそれで来て、その当時まだ宇宙人の方行ったらメンバーは若いのはたくさんいて、まだ学生服を着ている豊田有瀬根とか平井和正とかね、もう大阪へ来てそこで大激論やったりしてね、というのはまあ SF 創世記の話ですね。映画でもそうだし音楽もそうでしょ、なんか一塊に出てくるでしょ、あの時お互い好きなもんだけがこれからそれで飯食えるかどうかわからないけど、好きでやってるという連中がわーってやってると、その中に何人か残っているビッグなんですね、と思います。だから切磋琢磨というか、なんかそういうのがあるんでしょうかね。今にしてみたらみんなすごかったということになるんですけど、だから本当に好きなことやってる方がいいですよと僕学生に言うんですけどね、あの今売れようと売れてなくても、だいたい僕らが勤めた時の就職先なんていうのは、あの当時の花形は今も全部ダメですからね。それから初めて出したのがあれ燃える傾斜という話ですけど、あれはご存知と思いますが、宇宙人出したあの中編小説が短編70枚の話を長編にしたんですけども、あの時に、まあ、これはあの「幻影の構成」という本の誰の解説かななんかに詳しく載ってるんで、それをなぞることになりますけども、とりあえず ある程度書いていたやつでこれ行こうということで、ちょうどあの講談社のダミー会社で東都書房となりましてね、東都書房というのは東都 SF と出していろんなミステリーを出したんですね。その SF の一冊に郷土馬にアランという人 の年配のこれ宇宙人の会員ですけど、本を出して光の塔というのを出したんですが、で今度いよいよあの今度 SF だからというんで東都 SF と出すというんで第一巻目に誰かを出すということを書いたんですね。だからこれ出そうというようになって、もっと後出るはずだったところが流れちゃいまして、であの第二冊目に出るはずだったのが出版記念パーティーやってくれたのに司会してくれた広瀬正さんなんですよ。それがあの営業の反対で、ね、流れましてね、あのこれは売れないというんで、ね、ひどい時代ですよね。だいたい初めての星さん の短編集が人造美人って言うんですね、昭和38年ですかね。というのは本来はそこで言うとボッコちゃんというのはあの短編なんですけども、ボッコちゃんでは売れない人造美人ですね、いかにもセンスのない名前ですけども、それがそういう時代の話ですから、でまあ燃える傾斜というのをやって、その、まあ、今考えたら随分乱暴で勢いで書いてあるところありましてね、で僕にしてみたらかなり危ないシーンもだいぶありますんで、あの性描写 の話とかね、あんなでもそれでやって、やっぱり時の SF マガジンの福島編集長は、あの早川てが SF の方で作りたいところをとうとうの方でバッとやったもんだから、バッとカチンときましてね、前村あんな下手くそのくせに本を出し上がったということもあって、だいぶ干されましたね。でやっとこさ SF 作家クラブに入れてもらった、初めから入ってはなくって、初めできた時はあの僕なんか外されて、もちろん辻さんも入る資格がなくって、7、8人ぐらいできたんでしょうけども、で時の事務局長が羽村亮さんでね、羽村亮さんも昔 SF ファンで、これこんなこと言うと羽村さん怒るでしょうけど、燃える傾斜に出した時にファンレターを僕出してくれた人がいて、で清野平太郎という人がね、清野平太郎は後の羽村亮なんですけどね、あの人からファンレターもらったことがあるっていうのすごいあれですけども、まあそれでそこのところで SF マガジンにいくらやっても乗らないっていうんで、こっちももういいで頑張って、でとうとう今度入れてもらって、インタビューも福島さんに絶対に盗んでみせますからねって、出すなら出してごらんなさいと言われて、毎月送ったことなんですよ、毎月ボツですね、最後にとうとう乗りましたけど、向こうもこう負けしたんでしょうね。その映画っていうのは、まあ僕が初め来た時に、というのは僕はあのアニメのシナリオを何本か書いてるんですよね。あのご存知と思いますけど、 TBS のスーパージェッターは僕7本書いてますからね。スーパージェッター、あのサハラの太陽とかね、全部僕の知られるんですけども、そうですか。それからなんか NHK のラジオ放送とか芸術劇場の放送劇とだいぶ書いてますんでね、ドラマ化というのは全然小説と違うというのはあれだったから、もうどうでもいいようにしてくださいって言ったんですよ。出てきた脚本を見て仰天しまして、主人公が男の子が女の子に変わってね、薬師丸ひろ子さんの塚内都合上で、まあ見たら大林信彦さんの、つまりそういう青春で若い女に対する娘に対する一種の思いみたいなのがね流れてて、これ別の話だと思ったけど、もう何も言いませんからというんで、あの向こうで好きにやってもらって、
まあそれでおかげさまでかなんかあれ映画出演させてもらいましたからね。あの狙われた学園はあそこ切れたかなんか行ったらね、あのあれですよ、向こうのそういう大道具小道具のあそこ行ったら衣装の人がね、2人男の人女の人嬉しそうな顔して出てきてね、さあどうしようかなって言ってね、メガネをいくつか揃えて、なるべくあのやぼったいメガネで、靴もズボンもね、服もズボンもボロにあって、それからつげひげをね揃えてね、これにしましょうかとか言って付け足されてオールバックにしてね、でパッてやってバスに乗ろうと思ったら、薬師丸ひろ子さんが僕の顔を見て、あ、おひげをつけになるんですか、キャーッと笑ってね、もう笑かったですよそれで撮影しに行ってずっとやって、で行ってみたら教頭なはずで校長なんですね。で校長になってなんかいろいろやったら、まあ、全部カットだと思ったんですよ、そんなもんね。あとの映画になってびっくりしましたけどまあそれで撮影終わってしまってから、もっぺん元でから全部メイク落として、あとの撮影現場に行ったらバイプレイヤーの人が目を見てね、え、前村さんこんな若いのって言われてね変な話ですね、あれ。じゃあ先生はあれですね、その原作をと映画化された内容が随分こう変わるっていうのは そんなには抵抗はある？全然抵抗ないですね。ただその僕の作品いくつも読んでいた人で、当時のファンだった人が、あの清水敦さんなんていうの、新しい、ね、狙われた学園作ったでしょ。僕はあの時にあの話住んでる時にいろいろ相談したぐらいあって、で彼も来て何でも好きなのに入れてくれていいですよと言ってやったんですけども、あの人のやった脚本というのはこっちの方が本当は書けたかったけど、そこまで書けない、当時の時代ではとこ全部書いてやってるんですね。だからこっちの書けたかったところの精神的な部分は全部踏み込んでやってくれてるから、あのまあ心の方はね、つまり原作よりも突っ込んでますよね。もともと突っ込んであるものだけなんかあの話でターミネーターが入ってきたりしますけど、歴史もの連載やってる時に、おととしのでいいのかな、あの1997年の6月ですからね、あの女房がなんか東京から帰ろうと思って電話がかかってきて、お医者さんから、で今入院させましたって言うんで、お腹がおかしいからって言うんでね、で盲腸だと思って入院して、まあ、中水のつもりで行ってみたら、あの医者に呼ばれてがんだって言うんですよね。でももう進んでると、もうあと余命も1年か両手2年だという話で、でもこっちはうろたえて、まあ、入院だったんですけども、それで一応とにかく退院して7月頃に、しかしまあそうなってくるとこっちは医者じゃないから何もできないでしょ。だからせめてあのまああんまり心配しないでニコニコしてると体にいいというようなこともあるから、そういうことだったら毎日1本ずつ話を書こうかということで、書き下ろしのショートショートをね、書くことにしたのが7月の18日ですか。で1日1本で3枚以上ということで書き出して、実はそれ現在も続いてるんですけどね。でまあおかげさまで女房の方はあのそれから2年だから、そうですね、6月であの2年近くになってくるんですかね。だからまあずっと元気でおるんですけど、まあその話を、まあ、もちろんプライベートで書いてるわけだけど、僕自身としては外へ出せるレベルのものでないと、つまり見せてもね、ただその話は僕は今まで書いてきたあの世の中のいろんな仕組みをえぐるとかああいう話じゃなくって、それあの病人があのもう先がないかもしれないと言われている病人が呼んであのイライラしたりなんかガクッときたりしないような明るい話で、あるいはあのそういう非常に軽い話で笑えるようなものをアハハと笑うかニヤッとするかというのもばっかりで毎日毎日書いてきたんですけど、それをあの、まあ、うちで出そうという人がいてくださって、出版芸術社というところから日替わり1話というんで本になりまして、第2集も出たんですけども、やっぱりそういうものは宣伝もあんまりしてないこともありますけど、そんな売れるもんじゃないですから止まってしまって、今度ペンクラブ編集 のアンソロイでがんを告知されてというシリーズの中にその話も4本ぐらい出したんですけども、うちの家にはこのぐらいなんかあの原稿は積んでありますけどね、未発表のやつが。だから本当に軽い話ばっかりで、あれですね、あのエレベーターに行ったらどっか行こうと思ったらよその家入ったら止まってしまって、おばさんが乗ってて、そのおばさんがなんか非常に怖い顔でねこっち睨んでるし、やろうと思ったらバッと向こうがやってくるし、で睨み合いの状況になって、でこっちの方がなんかどうも何されるかわからんと思ってボールペン持って身構えて用意してバッとやったら、エレベーターがバッとドアが開いて、
と思ったら、わーっと飛び出したおばさんの方でね、倒れてからバーッとこっち見てから逃げていくんで、恐ろしがってた向こうの方なんですね。というな、アホな話とかね。それからなんか朝起きてみたら、大体だから固有名詞もほとんど全然使わないようにしてるんで、起きてみてまた寝過ごしてみると、例によって椅子にね、なんかお化けが取り付いてて、緑色のなんか目も口もないやつでくっついてて、椅子を占領してるんですね。取ろうと思ってもビャーッと伸びるだけでね、取れないんですよ。それで旗やってると離れてなんかするけども、行くとパッとまたついてやってしまって、こちらが早起きしないでちょっと怠惰になって寝てるといつも現れるんですね。でだから今日はでも締め切りないからいいと思って電話かかってきて取ったら、忘れてたんで書かなきゃいけないけど、そいつを追っ払わなきゃいけないですね。それから離れて知らん顔してじーっとこう様子伺ってると、チラチラ降りたり歩いたりしてて、行ったら飛びつくの分かってるから、様子見てからパッと椅子に座ったら、そいつは飛びついてもう間に合わないですね。がすごすごと言って本の間にって消えるというのは、ちょいちょい現れるという話なんですね。何の話かさっぱり分からんじゃん。そういうバカな話で。というようなことでも毎日買わなきゃいけないから、今アイデアのメモ、これが7冊目ですかね、こう持っておりまして。アイデアメモは先生ですか？これこんな変なんですよね。いいアイデアもありますし、つまらないアイデアもありますけどね。一日一話っていうのは結構つらいですね。そうですね。だから6月5日現在で690回か。ちょっときついですよ。もう4000枚になってますから。だから畑辺には仕事してないように見えるけど、実はしてるわけで。その日のうちに女房に読ませるからっていうんで、ずっとそうされてるんです。だから見てて感想を聞いてね、どうだというと、いや面白いとか、なんかこれちょっとわからんなとかね、ダメという時は全部書き直すんですよ。違う話をね。奥さんに、いやこれおもろないわって言われたら書き直すの？いやこれはちょっとわからんとかね、意味不明とかね、私には分からんと言われたら面白い話にするためにやる。はい、それからまた2時間ぐらいかけて書くんですけど、そうですか。なかなかしんどいですけど、こういうことを言いたい、書きたい、感じてもらいたいというものを持つのが先ですね。何したって、ね、別にどうでもいいというんじゃなくって、そうするとまあなんかえらくお説教的なんですけど、つまり説教的に生きて、せいぜい生きてることをエンジョイして、言ってると勝手に物を書けるし、読んでら面白くなるよということじゃないですかね。まあ、先生 の、 その今書かれてる一日一作の本になって、皆さんが読めることを期待して、はい、いやもう日本と、それからそうですね、あれで90本ぐらい出て、それであとこのペンクラブの変な方、これはちょっと4本だけですけども、残りがね出なかったらしょうがないから、初め僕自主出版しようと思ったんですよ。しかし自主出版というのは党の女房が反対しましてね、損だというんですね。出しておられるかもしれないので、しかもその終わりになってまとまってしまって書いたら別だけど、まとまってしまうということは書くの終わるということだから、それは困るでしょ。だからなるべく長いこと書き続けたいんで、で長くなるなるほどこっちはありがたいし嬉しいけども、それだけしんどいですね。まあそのしんどいことの一つぐらい持ってないと、長生きしてもらうのなんかメリットがないですからね。まあそんなことでアホみたいなことやってますけども、はい。どうもありがとうございました。どうも失礼しました。